なんかあのゆっくりするができひん休憩なんかゆっくりするができひんまだ疲れてへんからなんかゆっくりするができないんですけど寝られへん寝らんでいいけどさうんやめようかなこっちに貼った方がいい両方会場15分前です、こうやってねいろいろ貼ってくれておりますそうやなあの椅子置くの椅子の移動の確認とお客さんとの距離ちょっと測りたいかもしれへんからそれだけやらせてもらおうかな。OK です。頭から今回の次でいい。一部 A 公演が終わってで今から、B ですね公開リハーサルが終わっていろいろ調整できたので、あとは B の、1日目の夜の公演です A 公演の公開リハーサルを見に来てくれた人たちはどうだったんでしょうね楽しんでもらえたのかなと思いますがまだね5回やる朝ゲネやってでちょっと調整してで撮影もしてもらってで A の公開リハーサルやってです
今から本公演第1回目になります。緊張しますね。さっきはめちゃくちゃ緊張して、右手が震えてたんですけど、次はもうちょっとナチュラルに踊れたらいいなと思います。ゆっくり踊るのめっちゃ難しくて、なんか溜めたりとか、こう世界観もうちょっとしっかり集中して出していきたいなと思います。はい、メイク完了しました。もうちょっとで本公演1回目が始まります。ね、ここでですね、楽屋の必需品を紹介します。見えるかな、ヤムナボール の足の裏に置くフットウェイカーってやつですね。イガグリみたいなやつ、これ踏んで指開きます。ヤムナボールミニ、名前違うかも。一番こうベーシックなやつですかね。これとこれとこれで、いつもストレッチしてます。もう言うてる間に30分前になりました。さあ、お客さん並んでくれてると思うので、私も準備します。はい、ということで、ホテルにやってまいりました。1日目終わりです。1日目は、さっきも言ってたんですけど、A 公演の公開リハーサルと、B の本公演1回目でした。終わりました。はあ、ちょっとね、家が帰るの時間かかってしんどいので、今日は近くのホテルに泊まりに来ました。はい、ということで今日の振り返りです。なんか今までずっと一人で練習してきて、もちろんたまにこうゆけちゃんが見に来てくれたりとか、まさみちゃんが来てくれたりとかしてアドバイスもらったりとか、まあ、照明の、調整したりとかの話し合いとか、会場リハの時はゆけちゃんとまさみちゃんがいつも一緒にいて、照明やりながら構成組みながらみたいな感じだったんですけど、基本的に自分の練習は一人でやってたので、さすがにちょっと延期に8月本当は8月20何日とかやったんですけど、コロナの影響で延期になりまして、でそっからまたさらにこう一人の練習時間が増えたんですけど、やっぱり一人で練習するってこう会話ができないとか、こう笑ったり一緒に話したりみたいな瞬間はもう一切なくて、ただこう一人でこう自分と向き合うみたいな時間を過ごすんですけど、もうなんていうかな、寂しいし飽きるし、やりたくないっていうか楽しくないみたいな。実際のところやめるとかはなかったんですけど、ああもう今日練習かみたいな後半多々あって、そこがちょっと大変でしたね。でもやっぱ後半にかけて9月プラスアルファ練習ってなって、そこでアドバイスもらえたりとか、かなりこう良くなりました。自分的にも納得いく部分が増えたりとか、見え方も多分良くなったんじゃないかなとか思ったり、自分の作品の抜き方、エネルギーの抜き方とか発散の仕方とか方向の向け方とかが結構自分的にもはっきり定まって、ここからですかね。だからもう最後のほぼ1週間で結構ギュッと詰めた感じでしたね。まあこんな語ってますけど、まだ1日目が終わったところです。一応明日3回公演があります。いや、体力は全然いける。わからへん、明日の3回目もバテバテかもしれないんですけど、まあでも作品の中身についてはまたゆっくり喋れたらいいかなと。今日の一番最後踊った時にバイヤが見に来てくれておりまして、で私の土正面にみーちさん座ってたんですけど、号泣してくれてまして、もらいそうになりましたね。やばかった、泣くかと思った。でも踊りながら泣いたら絶対あかんって自分で分かってるんです。怪我するから、もう教訓として絶対泣きながら踊ったら怪我するから絶対泣かへんって決めてるので、自分の感情がぐって高まって泣く時もうあんま泣きそうになる、まあ、それもちろんあるんですけど、一番はやっぱ泣いてる、私のダンス見て泣いてくれてる人からもらうみたいなのがめっちゃ多いから、やばかった、泣くかと思った。見に来てくださった皆様本当にありがとうございました。まだまだ未熟で、足りない部分もねたくさんあって、まあソロなんでね、別ミスが何かは分かんないんですけど、
あったから気合い入れて気を引き締めて今からご飯食べてゆっくりしようと思います。はい、ということでまた明日頑張るぞ。